山口大統領の単なる旅行だろう。はい、今日は2日目いうことでね、今日はまああれよね、駅メモの新駅取りを中心に、まあ、やろうかいう感じなんだけど、まあ言うても沖縄県ね、駅言うたらもう19しかないけんね、まあ、19いうのがそのユイレールがね、ユイレールに、ああこれこれ今映ってるやつがね、これがユイレール、モノレールなんですよね。これも、まあ、これも鉄道の部類に入りますよね。これをまあ、まあ新駅を取りに行く、沖縄をね制覇するいうことにね。うん、おいで、まあ起きたらね、まずね音がないのが寂しいけど、もう何かしら音を流さないといけんけん、わしの場合は。で、まあ、それがまあ、わしが子供の頃やりよったら全員集合ってやつやね、8時だよってね、もう8時半だけども、これを、まあこれはね、 このテレビ、これすごい、まあこの古い、すごい古いテレビよ、これ。これは厚みがない、これ、あ、これテレビの厚みがね、150ミリぐらいあるね、これ。今時珍しいね、150ミリぐらいあるテレビ。これもかなり古い、かなり古い、やつ、もう初期の初期のやつはね、薄型テレビの初期の初期のやつ、もうブラウン管がないなって最初の頃のやつよ。アコースね、シャープのアコースだったんだけど。古いやつからね、もう接触ありけね、パソコンとつないでもね、音が出たり出んかったりね、画面は映っても音が出んとかね、あがな感じでからね、ほんでコネクターがね、あの1と2があってからね、もうどっちも接触ありやね、もう古いテレビでけ、まあしょうがないっちゃしょうがないけども、これでまたこのポットが、ポットも接触あるってんですよ。からもう言うが、はね、スイッチが入った思ったもん。腫れ物にでも触れるような感じよ、もうほんま。指一本触れられやせんよね、一回スイッチ入った。ほいでまたあの蓋が、蓋じゃないボタンが階段かかる、ガラスが汚いね、これほんま。せっかくの景色が台無しようね。このホテルもね、まあ、あの見た目は綺麗かったよ、見た目は綺麗かったけども、まあ古いホテルなんだろうね、リフォームかなんかしたんだろうね。ヒゲダンス見ながら UFO 食うて、もう朝ね、朝と夜風呂2回入る必ず、まあ、車中泊の時はね朝風呂入れんけん、車中泊の時は我慢するけど、まあしかし沖縄はぬくいところね、朝はねいいよね、昼は暑いね、これで、まあ、10時過ぎてけ、まあそろそろ動こうかいうような感じよね、別に慌てて動かんでもいいし、そうね、大した予定もないしね、所詮19駅ね、新駅へ取りに行くだけの話だけどね、
う街並み自体がね、もうパッと見ね、パッと見台湾よこれほんまに。まあ今日はね、ユリレールを中心に天童と浦西まで行って、それからまあ空いた時間にまた空港行ってからね、飛行機見に行くみたいな。まあまだ基本的にね、そのなこう誰かアパート寝不足も解消されたなし。ありがとうございます。お取り付けにご注意ください。これ24時間使えるけどね。明日の 10時11分まで使えるんだ。うん、これね800円だったら割とね、まあ、お手軽いよね。これね、またこれ、QR コードが載っとるんよ。ヨーヨーマン飲んじゃけ。バカだね。やっとこそ言うんだよ、バカだよ。あんまの人なんか飲んでる人おらんのかな。ここでまあタッチマッチね、那覇空港行ってから、これユイレールも、ユイレールもね、まあせっかくだけちょっと企画にしちゃうかと思ったらね、ユイレールの全てのことでも、ね、うん、まあ、どういう構成にしちゃろうかいうような感じで、まあ、下見バテラ、うん、で一回那覇空港行ってからまた戻ると、うん、天童浦西の方へね。外人がものすごい多かった。沖縄に限らずだけどね、博多もそうだったけどね、とにかく外人が多いね。もうほんま、もうね、武漢ウイルスなんのそのよ、ほんまにもう、もう完全に武漢ウイルスからあれだね。お客様にご案内いたします。当列車は那覇空港駅到着後折り返し回送列車となります。そのままご乗車で気をつけるのでご注意ください。また車内にお客様がございませんよう十分ご注意ください。あんな形のマイク多いよね、なんか電話の受話器の形したら。今治の方走る JR もそうですね、あの電話の受話器持って喋るのに、ね、まあ、その話は別にどうでもいいんじゃけど。
もうね、ほんまに旅行客多い、うん、もうほんまに武漢ウイルスから脱却したね、みんな、うん、もう完全に武漢ウイルスは過去のものになってしまってからね、まあ、とにかくね、外人はね、とにかく日本に来たいらしいね、うん、とにかく日本がナンバーワンよ、観光したい。この QR コード読めんのじゃけこのパカ改札口の方は見てみるさ、時間かかる。まあね、外国人の観光客が増えることは日本の経済にとってはいいことなのかもしれんけどね、わしのね、わし個人的な意見言わせてもらったらね、鬱陶しいばっかりよ、ほんまほんま鬱陶しいわ、邪魔になるっていうかね、まあ、邪魔で邪魔でしょうがない、鬱陶しい。ビーチ航空はほんま安いけどね、おすすめよ、うん、その代わり機内食とか何のサービスもないとかね、まあ私全然そうはダメよ、もう機内食なんか別にいらんし、うん、ほいでまあ飛行機見たけね、まあ今から那覇空港駅、またここからね、今度あっちの終点よね、あっちの終点の手だこ裏でしゅうところがね、あっちの終点なんだよね、19番目の駅でからね、まあまあ、そっちの方ちょっと行ってみようかな、うん、これでまたこれがようわけわからん、この動く報道がね、めげたけ動かん言うんだったらしょうがないけど、そうじゃない、何かしらにとってめげてないのに止めとる、これ今こっちの右手にあるやつか、あっち行く、あのね、こっちモノレールの方行くやつ、左手の動く歩道が空港へ行くやつ、両方とも止めとんねん、わざと、あれはよ、わからん、なかなか面白い機会とか、ね、まだ来ない、ユイレールの全てということで、まあ、全部やりますんで、うん、それはその時に、ね、お楽しみということで、ね、これでこれが終点の手だこ裏西、もうね、那覇空港とかね、あの辺のね、赤峰とか五六の駅と周辺とちょうどね、打って変わってもうどいなかよ、これこ
せんな住宅街いうような感じでからね、まあ言うてもね、住宅街言うても あちこち空き地がええとあって感じで、まあ、これからいうような感じはするけどね、言うてもユイレールが開業して半20年だろうかいうのにね、なんか今から開発するみたいな感じよね。8月10日に、20年、開業20年。わしは8月11日で49になりました。ジャケットしたいうような感じだけど、それでなんかその、20周年の記念の乗車券かなんか、なんかねあのこの令和の時代の QR コードをよう読まん、もうちょうどね昼時だったけね、もうあの那覇の方のゴミゴミしたところでね昼飯買うよりかは、まあね、こっちの方であの静かなところでコンビニでも寄ろうかなと思ったんだけど、何にもねコンビニとか何もない。これでこれで引き出しダンプとかがね、なんかどうしたのかしようというかね、うん、なんかこれねここら辺一生懸命開発しようんじゃないいうような感じは受けるんだけども、でもね考えてみたらね、ユイレール開業20年でね、いまだにこんなことしようるみたいな感じよね。もうダイレックスしかないもん、しょうがないから。こういう時ここでダイレックスだよね、なんかね、これダイレックスもね、店によるんよね。まあ、大体はね、ドラッグストアなんだろうけども、店によっちゃ、家電が売ってあるところもあるし、ないところもあるし、食品関係がね、充実しとるところもあるやしてないところもあるし、ほいでもう食べるもんがないけ、パンぐらいしか食うもんがないけね、パンなんかももう何ヶ月ぶりかやね食うの。まあめったにパン食わんしね、わしもパンはね高い割に腹太らんけね、カロリーは多いし、うん、でまあ今からどこ行くか言ったらね、どこ行ったか正直覚えてないんだけど、確かねまた空港戻ったような気がしたね。空港戻ってまたね、赤峰の方行ったか、赤峰の方でなんか赤峰の方で眺めのいいような、この赤峰は、那覇空港の1個隣の駅でからね、まあ、空港はもうええじゃろうということでね、ほんでなんで赤峰来たか言ったらね、赤峰の方にね、なんかアパートみたいなのがね、ユイレールのそばにアパートみたいなのが絵と立っとるのが目に入ったけ、そこへ
まあ、厳密に言えば不法侵入して、こういう感じでね、ユイレールが写真が撮れるスポットじゃと思うんでね、うん、これ普通のアパート、赤峰のね、こういう目的で入ったら厳密には不法侵入になります。眺めがいいよね。ユイレールはまあ広島で言ったらね、あれよね、アストラムラインだね。もうまるっきりアストラムラインみたいな感じかね。うん、眺めはまあええっていうような感じでね。ほんでまあね、3時まだね、3時なんだけども、まだ疲れも残っとったしね。ほいであれよ、パソコン仕事もね、中途やらにはいけんかったしね。どう言ったらいいか、取りためした、ね、動画がね、編集しやすいようにやっぱりね、この動画は、11月の8日に撮ったとか9日に撮ったとか、あれでね、フォルダごとにね、編集しやすいように見やすいように分けてから、ほいでまたね、家帰ってから編集するいうような感じでからね、それが、1時間以上かかって、まあそろ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 ね、風呂入ったり、酒飲んで、まあ言うてもまだ5時前なんじゃけどもね、まああれはね、寝不足じゃったけど、ね、まだね、疲れが溜まってるかね、もうわしはもう高速バスとかね、もう無理、乗り通って乗ったわけじゃないんだけどもね、どこでも寝れる人おるよね。どこじゃろうが、どがな体勢じゃろうが寝れる人がおるよね。羨ましいね。わしも絶対無理じゃわ、あんな。もうほんまね、枕が変わったら寝れん言うほど大げさなことは言わんけども、そこまではひどないけどもね。おう、沖縄といえばオリオンビールよね。沖縄といえばオリオンビールじゃいうのを思い出したけど、ちょっとこうてみようか思うてね、いや、オリオンビール飲んだことあるよ、前もね、沖縄来たことあるけど、まあなかなかね、オリオンビールも美味しいビールよね。まあ言うても、いや、そがねえ、どうしてもオリオンビールじゃないといけんみたいな感ことにはならんで、オリオンビールはね、なんかフルーティーな味がするよね、まあまあ別に普通のビールでもいいかないような感じよね、まあわしはね、前も言ったけども、キリンのラガービールが一番好きなんですけどね、でまあ、なんか毎日同じもん食うよりは、あれもやっぱり人によるよね。もう2日続けて同じものはよく食えん言う人もおりゃ、わしは別に少々、
うん、まあ別に絶対これじゃないといけんような感じでもない。うん、何の音かやるか。何の企画の動画か知らんけど、まあチェックがてらね、アップロードする直前にチェックせないけん動画見ながら酒飲んで、でまあその後、うん、まあ久しぶりにダイハードでも見ようかな。ダイハード面白いね、何回見ても面白いね。わしはまあ基本的にフィクション嫌いじゃけえね、うん、映画とかねドラマなんかね基本的にはねまず見んのんじゃけどね。まあでも、まあ、ダイハードもう何十年前の古い動画映画か知らんけども、うん、これは面白かったね、うん、同じのばっかり見よるよ、味も。うん。大河ドラマなんかにしてもね、昔の大河ドラマの同じのばっかりなんかも。それはね、続けてみりゃ飽きるけどもね、うん。じゅんぐりじゅんぐりローテーションみたいな感じでね、10時か。あ、寝るんか。うん。あ、続く言ってたっけ。はい、また。明日ね、ちょっと観光でもしようかなみたいな感じだからね、うん、この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。